鳥山石炎、根弱百鬼周囲より、火無虫入道火無虫入道、火無虫入道は、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、根弱百鬼周囲にある日本の妖怪、縁の下から上半身を表して、安洞の油を舐めている様が描かれている妖怪であり、解説文には、以下のようにある、人生金にあり勤める時は木からずとやへりせえて時に、 薬なくうかりうかりと間を盗みて、一生を送る者は死してもその霊ひまむしよる入道となりて、明かりの油を、眠り人の夜作を妨ぐるとない今なまりて、へまむしと呼ぶ灰と、人ご印象、道や昭和、平成以後の妖怪に関する文献では、石煙のこの解説文を基本に、生前に怠け者であった者が死後に、これに化け、夜鍋して、仕事をしている人がいると、不意に現れて、 あんの火を消したりして、邪魔をする妖怪である、と多く解説されている。一方で、妖怪研究家、ただか美は、カかん虫の、カカンオカマカマへっついにかけ、ゴキブリに、ヒムシアかりがなどの異名があることから、へっついしたや壁間に隠れ住む虫であるゴキブリを、示しているものではないかという解釈も示している。ゴキブリは台所で残飯を盗み食いし、 安頓に用いられていた魚油を舐め、昔も今も夜間に仕事をしている人たちを驚かせたり悩ませたりする。このゴキブリの化身したものが、灯りの油を舐める、カカン虫乳道だとする解釈である。カカン虫乳道の名称は、石炎による解説文中に示されているように、江戸時代に存在した文字絵遊びの一つである、ヘマ虫を乳道に由来していると考えられている。この文字遊びの ヘマムシオニュードウあるいは、ヘマムシニュードウ自体は、江戸時代初期の維持、黒川道友の、遠筆遣築筆に記載されている、少年院に書かれた、筆者不明の、ヘマムシオニュードウなどが古いものとして知られている。江戸時代の国語辞典、理言集欄に、この、落書きの、ヘマムシオニュードウそのものを妖怪と仕立てて描写している。作品に、森島名から、絵本三海峡のヘマムシオニュードウ、 山、東京殿、化け物は本草のヘマムシを入道がある。また、京殿は豪間、ヘマムシ入道昔話では、ヘマムシ入道を登場人物の名として使っている。いずれの例も、果敢虫入道とは性質などの共通点はない。ありがとうございます。